どうもテッシーです。お世話になっております。メタルマックス続きをプレイしてまいります。おそらくここがゴメスのアジトですね。滝の近くにありますので、それでは入ります。おわ、もう死体から。で、あなたは、ひぃ、赤い悪魔、真っ赤な戦車に乗った賞金稼ぎが来やがったんだよ、ウルフか。うわー、ここは、寝床かなんかですか。そしてここがレッドウルフとの対面かな。来た。あっという間に俺様の子分どもを片付けちまうとはな。噂の噂以上の凄腕だな、レッドウルフ、ゴメス。だが貴様にわしは倒せんぞ。この娘がわしの手の内にある限りはな。お、そうだ、見るがいい、レッドウルフ。貴様が世界中を流れ歩き探し求めに来た貴様の恋人をな。まさかニーナ、ニーナなのか。返事をしてくれ。わしを逃がすと約束するのなら、この女を殺すのはやめてやるぞ。さ、どうする、ウルフ。てんてんてん、消え失せろ、クズめ。ははは、せいぜいその娘を可愛がってやるがいい。ニーナ、ゴメスが、ウルフがなんか気づきましたね。あんたがレッドウルフ？バカな男ね。こんな猿芝居にまんまと引っかかるなんて。あ、戦車乗ってきやがった。いかにレッドウルフでも生身で戦車にはかなうまい。あの世へ行きな、レッドウルフ。惚れた女の顔でも思い浮かべてな。レッドウルフと戦うというね、ゴメスの戦車が現れた。ウルフかっこいい。687、うわ、2回やばい。強い。ウルフも強いけれども、さすがにっていう形ですかね。3回攻撃、うわ、ウルフは死んでしまった。なんかものすげえの撃ってきたぞ最後。あんたやったじゃないの。やったやった、はははの現場を目撃したっていうことですね。この野郎、てめえよ。おい、なんだ貴様、まさかこのわしを倒そうなんて考えとるのか。そのまさかじゃ。あのレッドウルさえかなわなかったこのわしに勝てると思うのか。来やがったな、おい、一緒じゃねえか、モスキーと。怖っぱ。ゴメスの戦車が現れた。はぁ、戦車、この野郎壊したるわ、マジで。SE じゃ。3回攻撃がなんぼのもんじゃ。29。5! ちょっと待って、ウルフめっちゃ強くね。ちょっと待って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 。ウルフがいかに強いかがわかるんですけど。大丈夫かこれ。うわー強い。こえー。まあまあ大丈夫だろう。5。エクスカリバー。ウィー。ちょっとでもエクスカリバーもう段数ないのよ。まあ行くっきゃないですね。あとはテッシーの160ミリアモルフ。これをぶち込んでいく。うぃー。うわ、弱っ。え、あの格好のやつは、あの格好のゴメスは、あ、あのなんかハンマー持ったゴメスの、あいつ出る幕もなく死んだ。そしてこの曲よ。
この曲よウルフ。あの時最初戦車くれたけれども、お前はいつか、え、覚えててくれた。なぜここに。レッドウルフともあろうものがざまあねえな。まだあたいとの勝負がついてないじゃないの。かわいい子犬が相変わらずよく吠えてやがる。俺の戦車に乗って行ってくれ、テッシー。覚えてくれたっていうか、名前知ってくれていたんかい。そして、どこかでニーナという女を見かけたら、ウルフは昔の女のことなどもう忘れたと伝えてくれ。あばよ、ついてたな。かー、戦車いただきます。これはゴーとかつけちゃいかんやろ。これはもうレッドウルフでしょうね。えはい、行きましょう。いやでもレッドブルみたいな。レッドウルフで行きましょう。どうなのよ、来ました、かっこいいわ。これよこれ、めっちゃ乗り回してるけどね。二人も人が死んだっていうのに、おお、165mm ロング T、まあ、これはまあまあまあ S トルネード、もう C ユニット読めない。ソロモンか、ソロモン2 OHC カルメンレッドウルフっていうね、素晴らしい。これ乗ってこう。でサムはテッシー号で、どうするかね、地下ワイルドバギーどうしましょうか。いやでもレッドウルフね、あーいいっすわ、ウルフかっこいいわ。ハンターでニーナっていう恋人を探していたんですね、この荒れ果てた世界で。それで賞金首やってるうちにテッシーの名前、おあいつテッシーっつうのかっていうのを、まあ噂では聞いてくれてたんでしょうね。はい、金の延べ棒、もう名曲ですよ、ガッポリの財布、名曲中の名曲。実はそのゴメスのやつに殺すと脅されて、あんなお芝居を、だから許してよね、仲良くしましょうよ、ふん。もうやったじゃないのよあんたって、ゴメスの奥さんかなんかっすかね。ワイルドなのに牽引されるっていうね。こいつはもう、ああ、はい、行きましょう。悲しいけれども、まあ、ゴメスのね、あの格好のゴメスともう会えなかったけれども、行きましょう。おー、いいね、赤い、かっこいい。165mm ロング T ですから。会心の一発、いいね、幸先いい。さすがは、さすがは、さすがレッドウルフ。ソニックコブラ。こいつはやばい。こいつはマジやばい。できれば町に行きたい、どっかに。あるかな町、多分あると思うんすけどね。もう結構歩いてきましたから、言ってもカニガン、ちょっと今更どうした、もう今更出てきてもっていうのはありますよ。最初の時はめっちゃね、こいつ苦しめられましたけど、あ、結構硬いね、それでも。
手法を打たないとこいつには歯が立ちませんでしたもんね。今もう複砲で倒せますから。この戦、うわーっと、レーダーフラワーでかい。何これ、この木がやっぱり変な繁殖、繁殖っていうか変なになっちゃって、なんかレーダーになってこんなでっかくなっ、めっちゃ強い。何こいつ、ロング T じゃねえと効かねえじゃん。パニオン、手法、160ミリアモルフ全然効かねえ、やば、強い。一瞬パッコってなったけど、やば。ちょっとレッドウルフ、テッシーじゃないともうダメじゃん。マジかこいつ、全然死なねえ。1000ぐらいかな HP、 やば。これ1000与えて、うわ破損、まずい。ちょっと待って、鉄鋼弾かなんか持って、鉄鋼弾ちょっとぶち込んでみる。おい、やった、2000。何今の、でかいだけじゃねえ。ちょっと修理キット買っといたんで直しましょう。手法 OK、怖いわ、もう怖い。ラジオブロッサム、弾数もうなくなってきたで。アシッド号、電磁場、うえーし、マジかよ。こういう段階に来たか、ついに、ついに、やばい。多分電磁波、これもね破損、そうそう破損ケースは、うわー、手法つかん、うわこいつも2000、1対1000か、いいね、テンション上がるわこれ。ちょっと村、村、町、町ないの、スポイトスパイだ。こいつもなんか弱そうに見えて強いんじゃない。まあ3入った、まあ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 、はい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 、なんで全体の3があるのに一体ぴょんぴょん跳ねている。ああ、こいつはええわ、弱、弱、もう激しい。ないな、まあこいつだったらまあまあ大丈夫かな。種ならまだ大丈夫。よし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 、全員手法ですよ。かー、早い、素早い、 OK、よしよしよし、あった、よし、うおっつ、うわい、けー、ちょ、鉄鋼弾ぶち込んでみる。衝撃波が怖いのよ。おうし、会心の一発、692、素晴らしい。あとね、ホロチャージっていうのもあるんですよね。地下はもう寝て大丈夫。よっしゃ、ナイス、鉄鋼弾。ふぅ。地獄で仏、砂漠でオアシス、サンタポコへ。なんやそれ。何それ。汚れっぱなしじゃ、かわいい戦車が泣いちまうぜ。そこの戦車屋でピカピカに洗ってやんなよ。そんなのあるんだ。まあ、行きましょう。ちょっとマントリ、ちょっと、武器見てからね。
ダストフランケン81,500。82,000でいいじゃん。何その500って。ああ、ゴメスは倒しましたから。あの格好は見られなかったけれども、賞金もらう。オッケー。あざす。80,000。で、情報は、ダストフランケンかな。手配中のダストフランケンは、サンタポコの北東にあるゴミ捨て場を、ああ、ダスト、ああ、まさに、なるほどね。で、そのダストというのが、ダストフランケン。これがね、肉弾戦なんですよ。もう親父に直してもらわなくてもいい。ね、武器は買えば新品になりますからね。弾薬とかは気にしなくていいと思う。買う。あ、ロングティー売っちゃってるよ、もう。売っちゃってるよ。レッドウルフここで買ったのかな。バーナードラゴン、あ、強い。グループ355、こう炎系ですね、多分。ニトロスイーパー、なんすかね、ゲームマインスイーパーみたいなね。シルフィード、わ、強い。これええわ、これいいね。エンジン、とりあえず街で。迷彩シールド、メタルブレード、戦車の道具でメタルブレードって何？結構わかんない名前が多いんですよね。絶対剣っていうね。この町から先はただっぴろい砂漠が広がっている。砂漠へ行こうって連中はみんなここで補給していくのさ。はあはあはあ、なるほどね。こう砲弾屋ですか。なんだよ、どの自動販売機もみんな売り切れじゃねえか。砲弾屋、ホロチャージっていうのが多分あるんじゃない、特殊砲弾。ほら来た、これが素晴らしいんですわ。鉄鋼弾のね、ちょっと上ですね。128発も補給できるけど、とりあえず50発ぐらいいっとく。 OK。 よしよしよし。レンタカーは、レンタカー、レンタカーではないです。今レンタカーっていうシェアカーの時代ですよね。前も話しましたっけ、一回。なんか、あ、ここで洗うっていうことか。それを言ってたわけですね。一応見るけど、そんなに、大丈夫ですね。サンタポコ。乗り降りして、一応見ましょう。ライトサーベル、バズカ砲来た。これバズカ砲多分ね、メカニックのサムの一番強い武器かもしれない。もしかするともうね、ほぼほぼ最後のところに来てますね。バー行って砂漠のカナダで地面を掘ってる連中、昔作られた武器だの道具だのがよく見つかるらしいな。ははは、金属探知機がまた役に立ちますね。賢いやつはヘルゲートには 近づかねえもんさ。ヘルゲート、地獄の門。カナベルって町の近くには昔すげえ武器を作ってた工場があるらしいぜ。カナベル、砂漠のオアシスからさらに南に下るとカナベルって町に行き当たるそうだ。はあ、砂漠のオアシス、これは肩揉むやつですね。砂漠のオアシスなんかありました。ウルミの井戸の井戸水は旅人を元気にする不思議な水よ。ウルミの井戸水、それがオアシスってことかな。なあ母さん、今度は猫を飼おうよ。ああ、いいじゃない。4人掛けのテーブルに私たちみたいな座り方をする男と女は
友達だけど恋愛感情、へえへえへえ、まあいいや、あーいたいた、あー出ちゃう出ちゃう、あここか、めっちゃ押してる、わわん、なるほどね、かわいいかわいい、マンホー、あーここが、転送装置、恋愛感情はない、へえ、ここは何でしょうか、お人間用の武器と防具、あー弱い弱い、なんでここで売ってる、まあ流れ物だからってことか、砂漠を山沿いに北東に進んでいくと小さなオアシスに、あーはいはいはい、で何でしたっけ、オアシスの南に下るととか言ってたっけ、へい、いらっしゃいませ、行ってらっしゃいませか、特に情報はなし、カナベルっていう町に行き当たるらしいぞ、ウルミの井戸水って言ってましたね、砂漠のオアシスか、南に下ると北東、北東と、はあってことは東にカナベルっていう町があるのか、 OK、 そうしましたらワイルドバギー、あそういえば SE ってどうなん、これ S トルネードめっちゃ強そうですけどね、スピントルネードショットみたいな感じで、装備で見ればいいのか、うわめっちゃ強い、760、これ620全然超えてる、はあ、強っ、このエクスカリバーとかそんな、あでもエクスカリバーもそこそこ強いじゃんね、そうっすね、なるほど、そうしたらどうしよう、160カナベル行きたいな、とりあえず1回はちょっとホロチャージで、ホロチャージでごまかすか、一旦会心の一発出ますから、まあ高いんですけれどもね、高いんですけれども、ちょっと10発ぐらい持ってあげて、そのカナベルの町に行ってみましょう、一旦ね、なんかいいことあるかもしわからない、で BS コントローラーですね、見てみまして、救急車になってますけれども、ああ北に、なるほどね、あでもこ、うん、これどっから左下から来たんですよね、山になっちゃってますけど、まあそっから来てってことか、うーん北東と南西にもなんかありますよね何あんだろう、じゃあ東カナベル行ってみます、じゃあオアシス行きましょうか、もうオアシス行こう、オアシス行ってそこから考えましょう、電磁波やめて、おお一発 OK、 ラジオブロッサムは500ぐらいなのかな HP、オアシス？お、お、建物ありますね。あれが多分ゴミ捨て場。ダストフランケンがいるとこです。あれ？オアシス入れないじゃんね。で南行ってみます？
走行タイルだけは貼ってくればよかったね。この亀裂が、そうですね、やっぱこっちから入って人間肉弾戦だから人間じゃないと入れないんですよ。戦車は入れないと。カナベル行きたいな。テッシーいいじゃない、どんどん強くなっていってる。南に行くとカナベルって言ってましたよね。本当にあんの？ちょっと怪しいですけど、バルカンシャーク、あ、まあ、いやもう惜しみなく使いましょう。ウィー、いやー、ないぞ、ないっすね。そうしたらどうしましょう。これもうサンタポコ、あれれれれれれ、違う、おい、来た、鉄鋼弾とホロチャージ、ウィーツ、うい、会心の一発855、いいね。これ偶然っていうかね、確率なんでね。カナベルないっすね。ちょっとそうしたら走行タイルだけマックスにして、南西行きましょう。南西、弾はいいんでね。よし、じゃあちょっと次回の動画で南西ですね。 BS コントローラーで行くとまだ行ったことないと思うので、ここのちょっと西の山を越えて南に行ってみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。テッシーでした。失礼します。